ぽーちゃん飛べるよ、なるよ、大丈夫、ちょっとずつリハビリしよう。うん、よしよし。ゆっくりでいいからね。ゆっくりでいいよ。うん、ゆっくりでいいよ。久しぶりだもんね。うん、久しぶり。なんかちょっと違うよね。ぽーちゃん。うん。ちょっと思い通りにいかんと思うけど、ゆっくりね。ゆっくり羽広げて、ちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつね。ぽーちゃん。そう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 。ポピ、偉い偉い偉い。大丈夫、飛べるようになるからね。大丈夫大丈夫、ポーちゃん大丈夫だよ。羽がまだ開かないよね。開か、多分関節硬いよね。うん、でも歩くのはね大丈夫だから、それだけでもよかったね。ポーちゃん歩けるもんね、散歩できるよ。ちょっとずつね。ポーちゃんおいで、抱っこしようか。ぽーちゃん、おしゃべりする？かわいい。ぽーちゃんおしゃべりしよう。不安だよね。ぽーちゃんおしゃべりしよう。うん、うん、まだちょっと飲むように、そう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 、ちょっと硬いのよ、右の方は。うん、うん、ね、だから毎日こうやってそうそう、ちょっとずつ練習して柔らかくして、パパとママもね、すぐストレッチせんと体硬くなるの。それと一緒でさ、ポーちゃん今ね、カチカチだから、右だけ。うん。ね。もうちょっとこう、翼上げるだけですごい疲れるんだよね。使ってなかったからね。うん。使ってるからね。うん。はい、大丈夫、大丈夫。ポーピちゃん。ポーピちゃん。おい、おいって言ったら今、お返事できるのすごいね、ぽーちゃん。うん、ぽーちゃんご機嫌だね。いい顔するもんだってえ、どうやったらそこにいた？すごい可愛いんだけど。背中好きやもんね、元々ね。うん、そうだね。何してんの、ぽーちゃん。え、ちょん、そう、ちょんってしてる。うん、やっぱもともとうちらのさ、肩に来るの好きだったじゃない。うん、だからやっぱ肩にいたり背中にいたり、うん、どっかにこう触れてると落ち着くのかな。そうだ、肩はまだちょっとね、高さがあるから怖いよ。そうだね、まあ体ぺたんこにすればあんまり高さない。うちらがうつ伏せの体勢にそうしてればさ、ポピも乗ってこれるもんね。うん、やっぱ乗ると安心しとるよね。うん、この体勢よでこうした方がさ、とことこ上がっていけるもんね、ここが、うんうん、ね、絶対また飛べるようになるって信じてるから。そうそう、ね、ちょっとずつリハビリしようね。いいいい